2014は、イタリアのトスカーナ州ルッカ県ビアレッジョを本拠地とするサッカークラブチームである。単純にビアレッジョとも呼ばれる。2014年に財政問題によりキューブに降格し、FC エスペリアビアレッジョから現名称に変更された。2018から19シーズンはセリエ D に所属している。1919年、エスペリアなど、 ビアレッジョにあった複数のクラブの統合により、SC ビアレッジョとして創立。これまでにトップリーグへの所属経験はなく、2部のセリエ B からも AS ビアレッジョカルチョを名乗っていた1947から48シーズン以来、遠ざかっている。セリエ C2 に所属していた1994年、財政難により、翌シーズンのリーグ登録ができず、AC ビアレッジョとして、 アマチュアのエッチェ・レンツァから再出発した。一旦はセリエ C にまで昇格したものの、2003年にまたしても経営破綻。現在の FC エスペリア・ビアレッジョと改名し、再びエッチェ・レンツァに降格したが、2005から06シーズンにコッパイタリア・ディレッタンティ優勝。その後も順調にカテゴリーを上げ、2009から10シーズンからは、 レガプロプリマディビジオーネに所属している。なし。ありがとうございます。